はい、ちゃんくん、声になってないね。ピーってなったね。はい。はい。何を喋ってますか？ああ。ちゃんくん。ちゃんもなんか言ってるね。ポンちゃん、ポンちゃんもなでなでポイントですか。はい、ポンちゃんもなんか言ってますね。ジェン君、はい、おいで、よくちゃいで。朝のおしゃべりでした。仲良し、よっ、よいしょ。これがミディアムゲージとライトゲージ、この2つですね。で、ミニ余る太さでございました。大変申し訳ない。なんで謝ってんのや。ですね、見えますでしょうか、この指。もうちょっと近くてもピンと合うかな。まず自分の技量ですね。いろいろ毎日練習してるんですが、やればやるほど指が大変なことになってしまいます。これはある程度できるようになってきたと自分で自負して、まあ思い上がってですね、ミディアムちょっと太めの弦、これに変えようということで、弦を変えたんですけれども持てなかったですね。今回これを教訓に、ライトゲージに戻します。今からですね、楽器店に行って、楽しい楽器店に行って張り替えます。そして今週の金曜日には、オープンマイクライブがありますので、そのライトゲージに指を鳴らしてですね、ちゃんと弾けるように。例えばこれね、 B、ほらこのブトブトっていうやつ、これをちゃんとこのぐらいの、いって、力いるみたいにしたいと思います。行ってきます。楽しい楽器店に到着しました。あら、こんにちは。はい、
はい、いいお出迎えです。今日これをまずお届けに、はい、DVD です。ああ、できました。あとね、はい、結局長くて2時間近くあったんで、A 面 B 面ということで2枚組になりました。あ、すごいですね、はい。で、自分のとこしかいらない人が前半後半でいた場合、うん、残ると思うので、それをプレゼン用にここに置いといたらいいのかな。あ、なるほど。はい、ということで9セットとりあえず作りました。9人いたなと思ってた、それと僕指があまりに痛いんで、やっぱライトゲージに戻そうかなと思いまして、今日弦を物色に来ました。これよりさらに細いやつはこれ、これも何らかの混合なんですか。いや、ではなくて、これも混合ではないんですよ。これがライトゲージで、ライトゲージより柔らかいゲージ。あれ、それじゃなかったかな。じゃあ箱じゃない、あ、こういうやつ。ああ、わかりました。ブルーグラスにしたんですね、うん、そう、そしたらライトにすると、そのタイプで4、5、6弦が細くなるタイプなんです。あ、ってことは全部がライト弦に。そうです、そうです。今貼ってるブルーグラスは 1、2、3 がライトで、4、5、6 がミディアムなんです。じゃあそのまま落としてみようかな。その流れだとこの間のいい音のまんままたなるってことですか。そうです、そうです。太い方が張りのあるいい音かなとは思ってるんですけど。そうですね、それがちょっと落ちる。ええ、それにしてみようかな。じゃあこれのライトで、ライトだと600って。はい、これからの時間ですと4時からと、6時からが空いてます。はい、わかりました、ありがとうございます。いっぱい毛が飛んでるね。よし、それじゃあどうも、はい、ありがとうございます。また。